たあったわね。この前のローストミートは美味しかった？肉だけじゃちょっと足りなかったわね。お酒も必要ね。またうまいもん食べれるのか？おい、どんな材料がいる？俺様にかかればちょちょいなちょいだぜ。あらまあ、小さいのに食いしん坊なのね。今度は無根の水と絶望の粒が必要よ。私に届けてくれたら美味しいお酒を飲ませてあげる。俺知ってるぜ。絶望の粒ってすごく危険だろ。あんなの食べられるのか？とっておきの調理法があるの。味は保証するわ。よし、信じるぜ。さあ、ライネちゃん、食材を探そうぜ。絶望の粒は見つかった？それとも他の料理を食べこれでしょうか？そう、これよ。取り扱いには気をつけて。とても危険なの。でも私の手にかかれば美味しいお酒になるわ。早く始めようぜ。待ちくたびれた。美味しいお酒の出来上がりよ。ルビーキスと名付けようかしら。伝説のエターナルヴィンテージとどっちが美味しいかしらね。他にも何か食べ、
て。やめて。ガイネちゃん、誰かが俺たちに話しかけてくるぞ。どうか、この声、この声、どこでも聞こえるのか？なんか、だんだん近づいてきてる。
い。
危なかった。あんなおっかないやつに気づかれなくてよかった。戦うには厄介だ。また結晶魔法だ。先生をここまで連れてきて何をするつもりなの？大爆発で王城は崩壊し、人間は絶望と混乱に陥りました。その一方、このような高い塔は傷一つなくそびえ続けています。世界にとって人間の苦難と幸福にはどんな意味があるのでしょうね。ロザリア、数日見ない間にわけのわからないことを言うようになったな。
意識回復完了。ガーディアン破壊したの君たち。うわ、俺たちじゃないぞ。感謝。私、人間に作られた。メディテーター0号。研究員を管理。人間、私を恐れ。思考を抑制。ガーディアンに制御されていた。だが、もう自由。ありがとう。じゃあ、命の恩人からいくつかの質問だ。回答可能。意識回復直後。記憶混乱。可能な限り回答する。あの、私とそっくりな人が通るのを見ませんでしたか？そっくり。二人ここに来た。二人だって、まさかさっきのライネちゃん以外に三人目がいるってことか？一人は逃げた。あ、ダメだ、俺頭がこんがらがってきた。他のことも聞いてみよう。イフ、多分私の共鳴体を私だと認識してるみたい。だが、もう自由。回答可能。意識回復直後。あの、三角の紋章付きの黒いローブを着た少女を見ませんでしたか？ローブの少女、君と戦った。生物実験薬4号のために。薬？特別な魂専用の安定剤。三つの研究員だが、もう回答可能。意識。あの、東のメームの海に行く方法を知っていますか？それは一号より遠い場所。頭でっかち？メームの海に行く方法を聞いてるんだぞ。一号、霊力研究員にいる。そこを出れば、メームの海。つまり、霊力研究員からメームの海に行けるということですか？ここに、ある。そこに行ける、転移門。転移できるのか？便利だな。起動する。だが、回答可能。あの、共鳴体を知っていますか？共鳴体、研究資料、渡す。Thank you.
ここは分かれ道が多いな。どこに通じてるのか見てみようぜ。
釣り人形のくせに、やっと追いついたぜ。これ以上人を傷つけるのはやめて。あれはあなたの味方じゃない。彼女の操り人形に過ぎない。といてアロスには時間がないの。何をするつもりなの？近づくなと言ったはずよ。面倒ね。戻ってきた。ライネちゃん、今回は随分時間がかかったな。さっき根脈を通った時、知らない力に体が縛られている感じがした。これって彼女の結晶に包まれていたせい？結晶魔法だけでも一苦労だったのに、あんな怪物になるなんて。生物研究員で遭遇したのは彼女だったのね。ほんと、謎の多いやつだぜ。また会えたということは、方向は合ってるはず。彼女を見つけたら、すべてを聞き出さないと。せい！
や。
究極にシンプルな味付けと最高の天然食材を使ってこそ真の料理だ。引いていたらお腹が空いてきました。いや、俺はトロだ。俺独自の料理を作り上げるためここまで旅してきた。陸上では滅多にお目にかかれない食材、海中を探してる。深淵の海岸にしかいないらしい。探してきてくれないか。海中、おい、俺魚臭いの嫌い。海中は見つかったかな。それとも他の料理を食べたいか。これですよね。こんな大きな海中見たことないです。助っ人がいると早いな。あとは俺に任せてくれ。海中を待ってたんだ。他の食材は用意してある。ちょっと待っててな。舌鼓を打たせてやろう。ライネちゃんが食べてよ。俺、こんな気色悪い料理はごめんだ。おいしい海中、ずっと探し続けてきたが、帝王海任せてく。勝手に。でも、海の幸ってとってもおいしいわ。また、くそ、なんでこんな時だけ好みが違うんだ。あー、今魂は鉱脈で彼岸をさまよい続けている。人々は神の祝福を失う。